What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。こんにちは、一歩ラボの田中です。今日も一人語りをしていきたいと思いますが、今日はですね、中学生との距離が縮まってきたかな、嬉しいなという話です。毎週週末にバレーボールを教えています。鳥取市の地元にある小中一貫校なんですけど、そこでバレーボール指導員を昨年ですね募集していて、で僕はバレーを小中の合計なんぼだ6年間ぐらいやっていたので、あとあれですね、大学に行ってもサークルでやっていて、社会人になってもちょっとやっていたので、経験がありますっていうことで、ちょっと手を挙げてですね、部活動指導員という立場でバレーボール指導をやらせてもらっています。で、昨年の1月からなのでもう1年ぐらい経ったんですけど、ただその間にコロナが波が何波かあって、でその度に学校ってやっぱ休校になるんですよね。でそうなると部活動もなくなってしまうので、バレーボールができない期間が何ヶ月とか続いたことがあったんです。なので、去年の1月からなので、1年以上経ったぐらいなんですけど、実際の指導は多分30回もしてないんじゃないかな。そんな多くないんですよね。なので、暦的には1年以上経ったんですけど、実際は週末、土曜日30回ぐらいしか行けてないので、まだまだちょっとね、指導は少ないなと思ってるんですけど、今主に見てるのが7年生と8年生です。で、ここは小中一貫校なので、ちょっと面白いんですけど、僕もあんま馴染みがなかったんですけど、小学生は1年生から6年生って呼んで、で、中学校のところは7年生から9年生って言うんですよね。ちょっと海外っぽいですよね、なんとなく。で、それで今見てるのは、7年生と8年生の2学年なんですけど、その今の8年生の子たちにとって、次の大会が最後になるんですよね、部活動の大会の。で、それが今年の6月くらいにあるので、あと4ヶ月後くらいに大会を迎えるんですけど、今のところですね、このチームが、鳥取県内では、最下位ぐらいかなと、鳥取県ではないですね。最初にある大会が鳥取東部の地域に限定した大会で、参加チームが確か10チームなかったかな、それぐらいなんですけど、その10チーム内では、成績は一番よろしくない状況が、続いてまして、小中一貫校になったのもそんな昔のことじゃなくて、なんで部活動としては歴史が浅いんですよね。で、実は小中一貫校になる前、中学校単独だけで存続していた時は、県では強いチームの一個だったんです、バレーボールが。なのでもう時代は変わり、子供の数がその地域は減り、で、バレーボール競技者も人口も減っていって、今となっては、なかなか勝てないチームっていう風になってしまったんですけど、とはいえ、参加チームがそれぐらいしかないので、東部地域で1回でも試合に勝てば、県大会に行けるんですよね。なんで、どっかの中学校に1つ勝ちさえすれば、県大会に行けるっていう条件なんです。なので、6月の最後の大会では、なんとか東部地区で勝って、県大会に行けたらいいなっていうのを話をしてます。で、僕は、外部指導員という立場なので、主に技術を指導するっていうのに集中してるんですけど、顧問の先生も、教師されてる先生が顧問でいらっしゃるので、その方も5つ僕は技術的な指導を主にしてるんですけど、とはいえ、中学生と心も通ってないといけないと思ってるんですよね。なんでかっていうと、信頼できる大人からやっぱり教わりたいと思うんです。僕も部活動結構頑張ってたんでそう感じたことがあるんですけど、なんかこう走り方をこういう風に変えてやったら速くなるよとかってアドバイスを、ありがたくいただくこともあったりするんですけど、僕陸上部だったんですけどね、その人とのなんていうか人柄とか性格とかどれぐらい熱心に指導してくれてるんだろうかこの人みたいなことが自分がちゃんと実感できてないと、なんかその方のアドバイスがスッと入ってこないっていうことが多々あって、そうなんです。なので僕のスタンスとしては技術的なことを教わる以上に人間同士としてちゃんと信頼感があって心が通ってる状態がいいと思ってるんですよね。なので立場上はバレーボールが上手くなるようにいろんなことを教え
ることが求められてるんですけど、それ以上に個人的にはやっぱ信頼関係作っていって、中学生ともこう会話がスムーズにできるような関係性を作っていけたらなと思ってるんですけど、最近ですね、あ、ちょっとこれ心通ってきたかなっていうのをところどころで感じるようになってきまして、それがむっちゃ嬉しいなっていう話なんですけど、ここまでが前置きですね。むっちゃ長かったですね、前置きが。そうで、さっきも言ったんですけど、指導的には、1年間、暦的には1年間関わってるんですけど、実際は多分30回くらいしか指導しないんですよね。で、最初はやっぱり丁寧に接していきたいなと思ったので、大人と中学生だからといって決して僕の方がなんていうか立場が上っていうわけではないと思ってるので、最初は例えば名字で呼んで、なんとかさんとか、なんとかくんとかっていう風に、ちょっと丁寧に名字で呼んで丁寧に接することを心がけていたんですよね。で、ある程度もう名前も覚えきって、で、会話の数も増やしていて、で、ちょっともう一段階、こう、中学生との距離を縮めたいなって思ったので、今年に入ってからは、下の名前で呼び始めることにしました。多分中学生からすると、なんか急に変わったぞみたいな、なんか急に慣れ慣れしいなみたいな感じで思ったかもしれないんですけど、顧問の先生はずっと下の名前で呼んでたんですよね。なんとかなんとかって言って。なんで、それを真似て、僕も下の名前で呼ぶようにちょっと変えていきました。で、あと、やっぱ指導回数は少ないとはいえ、部活動自体はみんな継続してるので、やっぱ上手くなっていってるんですよ、バレーボールも。で、前と比べて明らかに上手くなってるので、僕も指導できること、指導する内容の難易度を上げていってます。例えば、結構初心者が多いチームだったので、こう、ボールを追いかけて滑って取るみたいなことってなかなかできないんですよ。バレーボール経験者の方わかると思うんですけど、やっぱ床怖くて、床の上を滑る、胸をついて全身で床を滑っていくって結構最初怖くて、うまくいかなかったら腰骨とか、あと顎とかを床に打つんですよ。で、それがむっちゃ痛くて、で、一回それやっちゃうと、恐怖心とかもやっぱ持っちゃうんで、なかなかこうね、床に向かっていくとかってできないんですけど、でもそれができると圧倒的にボールが上がる回数も可能性も増えるので、かつ、相手のスパイク、むっちゃ強いスパイクとかをもう滑って上げた時の快感はむちゃくちゃあるので、床を滑るっていうのも今年に入ってからちょっとメニューに入れ始めてみました。そしたら確かに最初の方はちょっと腰も痛いですとかって言ってたんですけど、やっぱ継続すると慣れていくもんで、もう今はですね、もうだいぶ滑れる力も増えてきたかなっていう感じですよね。で、そういったレシーブ関係のこともあれば、あと攻撃のスパイクですね。今まではもうネット際で普通にスパイクを打つ練習しかしてなかったんですけど、ちょっとネットから離れたボールを回転をかけて相手の奥の方に打ち込むとか、バックアタックとか、そういう練習もしたり、あとサーブとかもですね、コーンをコートに置いて、そのコーンをめがけて打つっていう風に、狙ったところにちゃんと飛ぶような練習とかも入れてみたりしてます。そんな感じで、前に比べて難易度が高い練習とかをちょっと入れてみたりしてるんですけど、生徒はですね、やっぱちゃんとついてきてくれてて、でも明らかに上手くなってるのがわかるんですよね。で、大会が6月にあるんですけど、ちょっとこれはね、僕は今からも期待してます。なんとか1回戦でも、1試合でも勝ってくれるんじゃないかなっていうのを期待してます。で、そんな感じで、練習内容もちょっと難しくしてるんですけど、それに伴って、やっぱ生徒と中学生とこう会話をする機会も増えていってですね、ちょっと今のところはこういう風にしようかとか、今のプレイ良かったよとかっていう風に話したり、あと逆にですね、生徒の方から僕に話しかけてくれることも増えてきました。田中コーチって言って、ちょっと今日今膝が痛いんで、ちょっとスパイク練習は無理せずにやめておこうと思いますとかっていう風に、自分の意見をこう述べてきてくれたり、あと僕は部活動に、パーソナルトレーニングの時にも飲んでる、スポーツドリンクがあるんですけど、見た目ちょっとオレンジ色の液体があるんですけど、それを持っていってるんですよね。で、それを僕は普段飲んでるんですけど、部活動中に。中学生からすると、そのオレンジの液体が、なんか謎の液体に見えたみたいで、で、田中コーチいつも何飲んでるんですかって、この間聞かれました。で、これスポーツドリンクだよって答えたんですけど、そういう何気ないことを聞ける関係性って良くないですか？なんか、ね、大人との距離感が低くなったっていうか、縮まったっていうか、
なんかそういうちょっとしたことでさえもちょっと僕はやっぱ嬉しくて、最初はコミュニケーションの取り方を悩んでいたんですけど、やっぱなんかこう縮まってる感じはあるんで、いやーやっぱすごいなんかやりがいあるなーと思って、でこの感じでまあ中学生生徒との距離をもっと縮めていって、もうすべては6月の大会で勝ち切るっていうのをね、ちょっとみんなと実現させたいなと思ってます。ちなみにこの勝つっていうのも僕の一人よがりではなくて、みんなと話をして最後の部活動どうやって終わりたいって聞いたら、やっぱ勝って県大会に行きたいですっていう風に言ったので、それをみんなの目標にして置いてるっていうような状況ですね。なんで僕としてはもう勝つために教えれることは教えたい、そんな気持ちで部活動指導に臨んでいます。今日はまあそういったことで中学生との距離が縮まって嬉しいなという話をしました。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。